ハクリ、何か面白いもの見つかった？何も見つからないよ、コクリ。つまんない世界だね。つまんないから滅ぶんだね。そうだね。早く滅んじゃえばいいのに。あれ？何か落ちてるよ、ハクリ。丸くて平べったくてピカピカしてる。それにちょっと面白そうな想念を感じるよ。お姉様が喜んでくれそうかな。喜んでくれそうか確かめてみよう。もう来た来た、待ってたよ。いきなり呼び出して何の用？確か槍水リリーだっけ。毎日のように渋谷で遊び回ってるって話だけど、こいつはな、ものの見事にアレな格好だね。そういえば男ともやりまくってるんだっけ。でついたあだ名がヤリリンと。そんなビッチが私に何の用なんだろう。この手の輩に絡まれるようなことはしてないんだけどな。別にそんなことはないよ。それより呼び出した理由を聞かせてくれない？私もそんなに暇じゃないからさ。あ、ごめんごめん。さ、大人の遊びに興味ないかなって。何それ、パパ活とかそういう話？だったらパス。そういうの全然興味ないから。はっきり言っちゃうけど、ギャンブル。それもマジとかじゃなくてガチのカジノ系。カジノ？それって非合法だよね。そんなことないって。ピッチンコだって誰も捕まったりしないじゃん。パチンコは賭博罪で捕まったりしないんだって。一応監禁してないってことになってるしさ。どう考えても裏カジノってやつだよね。それも暴力団とかそういうヤバい系が仕切ってるやつ。面倒なことになる前にきっぱり断らないと。だけどそれはガチ系なんでしょ。私はそんなことで警察の厄介になりたくないし、ギャンブル自体に興味ないから。悪いけど本当に興味ないし、あんたもヤバいことになる前に足洗った方がいいよ。はあ、私の見込み違いか。あんただったら乗ってくると思ったんだけどね。はクラスのやつらから聞いてるよ。あんた何もかもつまんないんでしょ。退屈すぎて仕方ないんでしょ。だけどただのカッコつけだったわけね。いまだに反抗期のお子ちゃまが生きがってただけ。私はそんなんじゃない。お前なんかに私の何がわかるって言うんだ。へえ、切れちゃうぐらい不満溜めてんだ。だったらさ、思い切ってハメ外しちゃおうよ。1回だけでいいし、かけたりしなくてもいいからさ。
あんたの知らない世界見せてあげる。くそ、なんでついてきちゃったんだ。だけどこんな奴にバカにされっぱなしなんて我慢できるわけないじゃないか。何が反抗期のガキだ、何が意気がってるだ。どうした、初めてで動揺してる。そんなわけないだろ。でもな、ちょっとだけ意外だったよ。もっとうさんくさい場所だと思ってたしさ。でしょでしょ、マカオとかのカジノより全然入りやすいっしょ。まるで行ったことがあるみたいに言ってるけど、全部誰かの有利なんだろうな。ま、そんなのはどうでもいいや。あっちがポーカーとかで、あ、そっちがルーレットで、向こうの一角のスロットってやつかな。なんか興味がありそうな顔してんじゃん。ドド、なんかやってみる。いいよ、ギャンブルなんてバカがやることだしさ。本当に？言い忘れてたけど、このお店って初めてのお客さんはタダで遊べるんだけどな。雰囲気だけでも楽しんでくれってやつね。それがさ、雰囲気だけじゃないんだよね。勝てばちゃんと払い戻ししてくれるし。もちろん勝てばだけどね。せっかくだし運試しにどうよ。そっか、負けても何も失わないなら楽しみな。そう、それじゃあ運試ししてみるかな。 あれスロットマシンってやつだよね。そうだよ、パチスロとはちょっと違うけど、リールを合わせるだけだから初心者向きかも。あとさ、最近のマシンってデジタルなんだけど、このお店は昔ながらのアナログタイプなんだよね。それって何か違うの？デジタルだとレシートしか出てこないんだよね。あ、それはやってみればわかるって。そうだね。運試しにやってみるよ。サービス用のトークンもらってくるわ。あんたはいけそうな台を選んないでよ。もしここで大勝ちしちゃったらどうなるんだろう。やっぱりみんなびっくりするかな。そんなことになったら面白いだろうな。なんてね、ギャンブルなんて胴元が勝つようになってるんだ。これは単なる運試し、ただそれだけさ。あ、リリー、あたし、なんかめっちゃ機嫌いいじゃん。そりゃそうだって、今日もスロやったんだけどジャックポット出しちゃってさ。そこまでに10万くらい飲まれてたんだけど、それで一気にプラス40万儲かっちゃったわ。マジで？そんなに儲かってるなら今度怒ってよ。いいよ。っていうかさ、最近学校来てなくない？店の方にも来てないみたいだし。最近バタバタしてんだよね。ほら、うちって新ママで貧乏じゃん。ああ、そういやそんなこと言ってたね。なんか困ってんだったら貸してあげよっか。
もちろん利子は取るけどね。マジ？もうマブダチなんだからサービスしてくんない？ダメダメ、友達でも金の貸し借りはちゃんとしないとね。ま、本気で困ったら相談してよ。はいはい。ね、明日も行くわけ？今回でかいの当てちゃったからな、ちょっとインターバル置いた方がいいかも。え、そういうのダメだって。調子いい時に一気に攻めてかないと。それに明日からはキャンペーンだかなんだかで手が緩くなるみたいだし。は？何それ、初めて聞いたんだけど。あたしって常連様だし、そういう情報も入ってくるんだわ。あのさ、それってマジ情報？マジマジ、超マジ。じゃあちょっとだけ行ってみるか。あんたも当然来るんでしょ？そんじゃ店で待ってるからさ、先に遊んでるかもだけど、スロのとこにいるから。オッケーオッケー、そっか、また明日ね。リリのやつ、なんかあったんかな。渋谷で派手に遊び回ってるやつだし、トラブルで起こしたのかもしんないけど、こっちまで変なことに巻き込まれないように、そろそろ関係を切った方が良さそうだね。なんだよ、ハトが豆鉄砲を食ったような顔してさ、来ちゃいけなかった？上り調子の時に止めるやつはいないよ。それにリリから聞いたよ。どうやら本当だったみたいだね。なんかキャンペーンみたいにやるって聞いたよ。どんなことをするんだい？なんだいそれは。大勝ちだって。あんたらだって商売だろうに、それでいいの？出ないんだよ。他のやつらはバンバン当ててるのに。いくら借りたっけ？50万。違う、それは最初に借りた金だって。もう100万も借りてる。くそ、また滑りやがった。大丈夫。
当たれば3000万なんだ。そうすればこんなはした金一発で返せる。金がまた借りてこないと。どいて、また金借りてこないと。だから当てればいいだけだし。3000万当たればすぐにでも。わかんない、何もわかんない。またかも探さなくちゃ。まあそれで借金チャラにしてくれるならいっか。そういや、うちの学校にアイドルとかいたっけ。あとおっぱいがでっかいぼっちのネクラメガネとか。よしよし、次は二人まとめてかぶってやるか。今日のとこはクラブに行こうっと。この人間を連れて行ったらお姉さま喜びそう。こういう人間で遊ぶのすごく面白いもんね。でも死んじゃってるかな。とっくに死んじゃってるね。残念だね。いいおもちゃになったのに。残念だね。本当に残念だね。